なんか友達と一緒にご飯食べに行った時に、それが変わった料理、まあ、ベトナム料理とかやったら面白いなとか、なんかあるんですけど、アフリカの料理とかでも、ああみたいな、今日はそういう会なんや、楽しめるんですけど、彼女と2人でご飯行った時に、なんかあんま食べ慣れてないものを頼まれると嫌かもしれないですね。ラザニアとか頼まれると、パスタでええって、パスタでええねんって、お付き合いしてからですか？お付きお合い付き合いしてからですしてね。からですか？する前やったらほんまにあんま思わないんですよ。あ、ラザニアみたいな、自分では頼まないっていうのが面白く感じるけど、付き合うとやっぱ自分と一緒というか、こうちょっと家族っぽくなるから、なんかラザニアかみたいな、外ではええけどみたいな、普通でいいねんけどなっていうふうに思ってしまうというか、だって生きていく中でペヤング絶対食べなあかんし、カレー絶対食わなあかんしみたいな、なんか普通に生活する中でこれは食うよねっていうのがあった上で、じゃあ外食します、会食がありますの中で、そこは外食するぞ、会食やぞやから、何来ても、ああなるほどなんですけど、このそれ以外でラザニアとか入ってくると、ラザニアに限らないんですけど、なんか入ってくると、あのペヤング消費できひんというか、とか、その本来自分が食うはずやった定番の自分のなんか源となっているものを摂取できずに、よそ行きだけになるから、なんか落ち着かなくなってくるんですよね。まあ暴論ですよ。これは暴論です。悪ないもん、ラザニアでも。で、言えばいいし、自分の食べたいもの何って。そうですよ。それ言えないんですよね。自分が言っとけばよかったのに、何でもいいって言うからラザニアになるわけですよ。児玉さんがラザニアって言った場合はどういうんですか？食べます、ラザニア。でも児玉がラザニアって言ったら、なんか美味しそうやなって思う。それは後輩やから、後輩先輩友達より距離が近い人になった時に、ちょっと家族に対するわがままさみたいなのが出てしまうんですかね。自分やし、自分の時間を共有してる誰かになってしまうから、なんかな、ちょっと分かんないんですけどね。私は何でもいいですよって言ったくせに、誰かが何かを頼むと「ラザニアか」って思う、そういうやつなんです。これだから、あれだ、自販機で今自分はコーヒーを飲みたいのか紅茶を飲みたいのかわからない時に、もう120円入れて両方同時に押すんですよ。で、紅茶が出てきたら、うわ紅茶かって思うし、コーヒーができたら、うわコーヒーかいって思うんですよ。どっちが出てきても失ってしまった側への愛情が強くなるんです。もうこのタイミングでは二度と飲むことができないコーヒー、二度と飲むことができない紅茶、ラザニアになるからパスタが恋しくなる、ドリアが恋しくなる。でもドリア頼まれたらやっぱりパスタとかラザニアが恋しくなるかもしれんし、一緒なんでしょうね。まあこれもね、41歳のおじさんが言うことじゃないかもしれないですけど、やっぱほとんど手をつないだことがないんですよ。みんなどうしてんのかなと思って、あの手をつなぐきっかけみたいなのが分かんないです。タイミングときっかけですね。なんかそうですね、いつなんだって。女性の方から
つないできたらどうするんですか。つなぐんすかね。つなぐと思いますけどね。人がいないとことかやったら、住宅街とかやったらつなぐかもしれないですね。手つなぐって面白いですね。でもね、なんで手つなぐんでしょうね。そうか、手と手をつなぐ、つなぐタイミングが見つからなくて、本当にだから昔、そうですね、お付き合いしてた時に手つなごうって言われて手つないだことはありますけどね。ほんまそれぐらいしかないんじゃないですか。で、手つないで、手つなごうって言われて手つないだんですよ。ほなもう話すタイミング分かんないですよ、次。でそれも話すタイミングは向こうに、あ、一回話そうみたいな。でだから、どういうルールなんと思って、ね、どうなってんのそれは、どこで習うん、みんな繋いでて、なんか用事するときは一回話して、自由なんですねそれが。なんとなく見てるとそれが分からん。でも大人になってからもあったな、あの、そういえば手つないだことないですねってなって、今度どこどこ行くとき手つないでみましょうっていう話になって、そこまで言ってもらったんですよ。そんな約束するんですね。そうですねって言って、よし手を繋ごうって心に決めて行ったんですけど、そこに繋げなかったです。入り口が見当たらなかったです。手をつなぐ、そんな約束するからですよ。だって、え、約束したからですか。約束したから変な意識働くじゃないですか。そうか、マジでアホやな。自分で自分にアドバイスするのは一番最初やなね、行ってすぐこんにちはで手つないで、早い早いでも別にいいわけじゃないですか。ほんまやな、考えて、考えれば考えるとタイミングなんかなくなってきますもんね。あとこのやっぱ恋愛ブロックっていくと、どんどん自分が、俺がおかしいよなと思うことが増えてきちゃってるんですけど、まあね、似たようなことテレビで言ってるタレントさん見ると、あ、そんなこと言わんでいいのになって思ったりするんですけど、基本的にはお店と家族以外で人が作ったものってあんま食べたくないんですよ。それたまに言う人いるじゃないですか。それ言わん方がええってと思うんですけど、なんかね、あの潔癖とかじゃなくて、やっぱなんか気使ってまうんですよ。絶対おいしいっていうような感じ、めっちゃ食べなあかんし、なんかこっから勝負やなって思ってまうんですよ。でもしんどいから嫌なんですよね。でお店行くときはお店の人が作ってくれるから、もう美味しいですね、美味しく味わって、おお、すごい美味しいですっていうシンプルなんですけど、他の人に作ってくれた料理ってなんかどう転ぶかわからんとこあるじゃないですか。そうですね。そんなんを心配したりするのがなんかすごい緊張するんですよね。あとなんかなんちゅうかな、その日によって自分が食べたいものってなんかあるじゃないですか。それをこれ作ってきたからとか言われると、なんかなんちゅうんですかね、いやこれ言っちゃダメだな、でもなんか気重くなるんですよ。
食べたいもん食べさせてくれと思うんですよね。そうか、これを今から食べんねや俺はとか。で事前に言われたら飯食ってなくても、うわごめんなさいちょっとさっきめっちゃ食べちゃったんで今日は大丈夫ですみたいな風に言っちゃいます。何も作っていらん。事前に言われたらそのままちょっと準備できるじゃないですか。ちょっと気持ちとしては数日前に鍋しようかとかやったら、はい、ね、いいかもしれないですね。あとこれを食べたいって言ってそれでも大丈夫じゃないですか。なんか、うん、それは伝えたことあるんですけどね、そういうなんかおでんを作ってきましたって言ってくれた人がいて、すごい優しい人で、言っとかななと思って言ったんですよ。僕はもう人がなんか作ったものとかこう自分が思ってたタイミングと違う時に料理を出されて食べないといけないってなるのがめちゃくちゃしんどいんです。でおでんなんて家で食べる発想ないから、ほんま嫌って伝えたんですか。伝えました。どんなリアクション。爆笑してました。頭おかしいよって言って、まだちゃんとそういうことを笑ってくれる人だったんですね。で食べたらめっちゃ美味しかったんです。で美味しい美味しいですって伝えたら頭おかしいって言ってました。なんかね美味しいんですよね大体。ありますよ。美味しくてめっちゃうまいですってなって、僕人が作ったもん食うん嫌なんですけどめっちゃうまかったですって言ったら失礼やなって言って言わない方がいいよみたいな風に怒られたこともあります。だから慣れてないだけなんかな。でもあ今からこの人が作ったこれを食べるんだと思うとうわーっと思うんですよ。美味しくなかったらどうしようとか食べられるかなとかいろいろ考えたらなんかうわーってなって、でも食べると美味しいんですけどね大体。それがちょっと嫌やねんな。自分で決めたいっていうのがあるんですよね。何でも頼んでくださいで人に委ねることはあるけど、家とかで自分が食べるとかの時は多分自分で考えたんやと思うんですよね。今日中にお召し上がりくださいみたいなお土産をもらった時も結構俺これ今日中に食わなあかんねやと思ったら、なんかそのことで頭いっぱいになってなんか仕事手につかへんとかもあるんです。食べなと思って、で食べるタイミング結構ないじゃないですか。いつ食べんねやろとか思って結構難しくなっちゃいますね。うずう西野くんがその後すっごいそれが波紋を読んで、なんか人から物をもらっといてなんてことを言うんだとかこう叩かれてるのを見て、あやっぱ言わんでよかったっていうっていうのを西野くんに言ったら言えやって言ってましたけど、一緒に言っていかなそういうのはみたいなこと言ってましたけど。